栃木のテストコースですとどうしても気温が、下がってもマイナス5度、それぐらいですけれども、北海道ですと、マイナス15度マイナス20度まで下がって、本当の極寒の環境で試験ができると。過酷な条件の下で、お客様へ車が渡る最終チェックという位置づけで車両の総合評価を実施しております。統制試験はですね、朝の一番冷え込む6時、この時間からですねエンジン始動するんですけども、ごくごく普通にエンジンがかかることと、その際にですね排気ガスに等に異常がないことを確認をしています。UDSC、 UD スタビリティコントロールや ABS、EBS と、試験コースでしかできないような試験を、公道ではできないようなスラロームや車両の極限に近い動きで試験をしています。窪地をですね人工的に作って、そこからですね車両が脱出できるかどうか、そういった機能の確認をしています。ステアリングホイールスイッチにあるエコーオフボタンを使って制御のオンオフを切り替えます。エコーオフにしていただいて、アクセルオンオフで車両の振り子挙動を作って、で勢いで窪地から出ると、そういった機能になります。場外に出て、エンジンの性能的に問題ないかということを確認するために、実際の低温時の街中を走行した状態でデータを取得して、排ガス、あと OBD などデータの取得を行っています。今回の試験内容は、北海道で峠道のルートで5パーとか7パーという登板でも、エスコットでちゃんとシフト信じをできて、実際パワフルに登板を行えるような試験内容を今やっています。あと登板中で止まっている場合でもちゃんとヒルスタートという機能が作動して、発進できるような確認を行いました。寒い状況ですとですね、エンジンの温度によってその制御の仕方が変わってきますので、寒い状態でも問題なくお客様に商品を提供できるということを確認するために、実際の環境で試験をすることに意味があると思っています。UD トラックス、これからですね新しいクオンも立ち上がりましたので、この車をですね、お客様が喜んでもらえるように、品質の良い車に作り込むという思いで、これからも試験を続けていきたいと思っています。